リトムニエジツェは、チェコ共和国、ウースチー州の自治体。首都プラハの北西約64キロメートル、エルベ川とエーガー川の合流地点にある。果樹栽培に適した温暖な気候のため、リトムニエジツェ一帯は、ボヘミアの庭園と呼ばれてきた。オーストリア・ハンガリー帝国時代、多くの年金生活者たちが、帝国南部のこの地域に移り住んだ。ラドビル級から見下ろす。 リトムニエジツェ10世紀には、中世初期のスラブ人が建てた砦があったリトムニエジツェは、チェコサイコの町の一つである。王立都市の地位は1219年に授けられた。12世紀から17世紀、新生ローマ帝国有数の通称都市であった。ドイツ人住民は、15世紀のフス戦争で、苦しめられた。30年戦争を引き起こしたプロテスタント暴動の後、あと、 白山の戦いで、ボヘミア貴族軍は大敗し、リトムニエジツェ住民はカトリックに改修するか、町を去るかするしかなかった。1655年には、町に司教が住まうようになった。1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が崩壊すると、ドイツ国境沿いのリトムニエジツエ一帯で暮らす、多数派のドイツ語話者たちは、ドイッチウエスターライヒ共和国へと合流しようとした。 しかし、チェコスロバキア軍がこの事態を防いだ。1919年、ボヘミアとモラビア全土がサンジェルマン条約によってチェコスロバキア領となった。中央ボヘミアとモラビア周辺に伸びる広大な一帯は翌年にズデーテンラントとなり、政治的論争の的となった。スラブ人が再度そこへ移住したが、少数派のままだった。1938年、 ユンヘン会談の後、ドイツ軍がズデーテンラントを占領した。およそ5000人のチェコ人住民は再度追放を、余儀なくされた。広場1938年の占領第二次世界、大戦末期、ドイツ軍は進軍する赤軍を避けて退却した。チェコ人レジスタンスは1945年4月27日に、町の実験を掌握した。その数日後、 彼らは降伏の条件について、ナチス司令官と交渉を始めた。ドイツ国防軍は5月8日の後降伏していたが、ドイツ軍が逃亡したのは、ソ連赤軍が入ってきた5月10日の数時間前だった。町のドイツ人住民の大多数が、1945年8月のベネシュフ国によるドイツ人追放で、ドイツ人系チェコスロバキア市民、 約250万人と共に追放された。ありがとうございます。